ブランドが高い。 YouTuber とかでた、すごい人ってみんなブランドの服とか着てた、グッチの服とか着てた、むったた、ああいうのってた、ダタいよね。とてなんな、金でおたれが買えようと思うな。おたれっていうのはやっぱり自分のテント、豚のこの乾いた問いが一番おたれなんだとね。というわけで今日は自分のテントを机を思った、東海ってまず答えです。どうぞ。あーあー、ケイトメテン、フワモコハグ、あーメテンだ、あーあーあー、このことタンネル、今日はこのケイトメテンをね会ってきたと思うんですけども、なんかむったいろんなものが机埋めたいで、どうかとか開けていきます。よいしょよいしょよいしょ、待ってが引っ張る、よいしょ、あああああああ、ただふぅ。ではですね、早速メテンを動かしていきたいと思うんですけども、説明と持ってきてください。はい、電池で動くということで、この上のカバーをドライバーがネディネディネディえってねえさんって決めます。これをオンにすれば、おぉ、うわぁ、びっくりした。次に、ね、この毛糸をここに貼っかけます。ここにはためば、これで OK ということは出ると、こっちってなんかこちらのですね、マディカルガードをここに、こういうこと、ね、はめた付属の布をですね、今から溜めてね、塗っていきたいと思います。わー、めっちゃ、これを固めて赤い点に合わせて、スタートボタンを、布を落ちていくと、まっとく縫えまってた。針に糸を通さなくても簡単に縫えたので、豚みたいにね、海がない人でも、あの小さなお子様でもね、こう危ないことなく簡単に縫えてしまいます。すごいな、ね、お前、あ、この豚タンネル。それでは基本的な使い方も分かったとこで、このレシピを見てですね、付属のミニバッグカット、これを今から縫っておくと、と思うむと、マディカルキットを使って、このバッグに頭徳をとか、たかまこにこうグーグー巻いていくと、この辺でケーマトイレ準備、カゴで取っていって、ここに立て込んだ、持ってきたと、あまま、ついて、おっ、おお、おお、いけ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 、ここまで来た、あば、一回止めます。一回止めます。これを抜いて、おお、あ、抜いてまと、これね、マディカルキットを引き抜けば、おお、こんな風にですね、束が、あ、できるんですけども、これ、引き抜き切ったらいけませんでした。引き抜き切らずに、巻け巻けてて、届き具合の位置に置いて、これを、それを、お、これどうなっとんのこれ。それどうなっとんの、これでまた塗っていきます。と言って、おっ、おお、おー、ここまで、塗って、止めます。あ、なんかめっちゃモフモフがつきましたね。こういうのダマな毛糸を、はためだ、たかん、たかん、たかん、とてて最後に、輪っかの部分を出とね、たかん、おー、おー、あ、バカした、バカしちゃうじゃん、お前。力入れときるとこれ、はどれまとね、僕はげましたけども、ここはげ、はげたんで消えますけども、こっち側も、たかん、たかん、たかん、かわいくこうあった。たかん、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 おー、めちゃくちゃ、みなたん、豚の服めちゃくちゃですけども、もふもふの飾りがつけうんでてね、はげとれないかい、はげてます。
ほっていって声をもう一つのね裏の毛でと合わせまってて振ってようになったかまと剣取ってまって頑張れ裁縫職人振っていっておー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 あすごい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 止めんとあれはおーめちゃくらさー皆さんねむったね綺麗にねこれねなんでとかこれねなんかついとるぞあとがななんか反対側変ですけどもなんか変だないなんか変だけどもちょっと力入れすぎたんかなまあでも言ってよーでとねこんな感じで縫えておいまと豚もぴったりはいまこれなんか遠どくないですかお前なんかむっちゃフィットしてるなんかこれ豚に遠どいんですけどこれに豚タンを入れて運べるというね豚タンバッグの鑑定でツノムシみたいななんかお前新種のポケモンみたいなとあこの豚タンねちょっとこれだけでは豚のね、おえでない手がないので、おたえがないので、こうやってあの、レティピに合いまとね、ポンポンのふわもこ、豚、男ってめたと、おまま、パン粉の、まかまたた、とえって、うんあーめっちゃー、あっとけん、とかん、消えんできました、おー糸をこう上に上げまってて、ここにちょうどですね、ここが当たる具合の、一手に終えて、もう一度真ん中なあんおーあー出ておりますちょっと待ってくださいよあ取れちゃった取れて手前待ってたけどももう一度こう手と手とあん頑張れ頑張れおーとあった大丈夫かこれ大丈夫でしょうかね濡れてますかねあー抜いてまってんね真ん中穴開いちゃったしこれ穴開いてまったねこれみんなと多分これもっとぐーっと包まないとずっと同じとこガタガタって合うと破れたんだとかねこれもっともとかってしょうがないので破れたったんでこれも炙ってしまいまと破ってしまって真横切ってですね豚の顔の形にカットしていきたいんですけどもハイテマ美容師の方お願いします OK some ambiguous charisma cats this hair is against some Britain hair OK some shortcut めっちゃカリスマやないかめっちゃカリスマですね very short and very shortトレっぽいトレっぽいトレっぽい OK, some Britain and shortcut style I came now おー豚とっこいでてねー声にでてね豚のお目目つけていかまとかボンドをとかったここなトメンと溶けまっていったトマンあ、いい感じやなもっといい感じでとねとててこのピンクの符をつけね耳をあっていきまとトマン、トメンと蹴って声もボンドだトマンコメントつけば、おーミニモコブタのコントドリーボンドってくるボンドつくじゃないボンドとっと溶けまってた。とてて、このバッグに出てね、これを溶けたいと思うんだとか、どうどこに溶けようどこが一番お平らをめんなーどこがいいんでしょうかね。真ん中に合うと思っとったんですけど、ちょっと小さくなったので、どうだこの、ちょっとハゲ取るところにこれつけようかなあ、それむっちゃいいですねこれハゲちゃったところにじゃあハゲたところにこれつけますお願いしますよいしょあっやれあっやれ立てるのあー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 チュプアピートゥプアパトゥプアピプー謎のガートまだで、こんでたボンドでつけたまとたっぷりめにつけてで、さっきハゲだったとこね、ちょっと傾けてね、トメンと溶けば、おーというわけで、豚のおいでの、おー、持ってこいバッグの簡単だあーあー高ーあはい、というわけでですね、毛止め手を使って、こんな、むっとおたれのファットンがなかまってたなんすぐむっちゃおしゃれおしゃれですブタちゃんさかわいいおブタちゃんかわいくなむっちゃかわいいもんだんだんかわいくなブタもどかしくてくてんてだったんで次はねなんかもっと連中ててブタのお
ういうディナーのねバッグとかね服とかいろいろまたこう使って第二弾も会おうかなと思ったらまたワンタンのも作ってくれ僕のも作ってくださいということでみんなも見てんでおたれをとこって豚モードそれではまたなーまたねーあーどうだもうかわいいかわいいかわいいあーほんとめっちゃめっちゃめっちゃかわいいかわいいおおおワンタンキュー、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 ワ